ね、もう今はもう落ち着いて、もうあとはやるしかないので、気持ち的には、はい、だいぶこうドキドキ感もなくなって、はい、来ました。MMA の試合はすごく久しぶりかと思うんですが、はい、そこに関してはどうでしょうか。そうですね、なんか前あのその4年前のリーフの時にやった試合は、うん、そうですね、私はずっとそういう女子プロレスラーであって、総合格闘技とかあのそういうグループマッチとかはもうずっとそういう、まあ、なんですかね、部門担当じゃないんですけど、女子プロレスの中でもそういう華やかにこう舞う、あの見せる選手とやっぱ実力でやる選手っていうのがちょっと分かれていて、私はいつもこっちのそういう実力系で来てたので、まあ、そういう中で、まあ、そういうのがあったからこそ私は今でも女子プロレスをあの続けていると思うんですね。でやっぱその気持ちは私は本当に総合格闘技に感謝をしてるし、なのでちょっとその4年前に最後、もうやっぱ体力的にもあの落ちてるというか、まあここら辺で最後ちょっと総合、まあ、手術もしまして、膝の手術をしまして、なんかそこからまあ、 あのもう一度自分に活を入れるつもりで、そのディープの試合どっかあの総合格闘技をやりたいから探してくれとお願いして、あの膝の手術もう1ヶ月も経たないぐらい、1ヶ月後ぐらいですね、総合をまあ、 あの話が来たので、もうやりますと、手術1ヶ月後だったけども、もう来たチャンスは逃さないというので、最後にやりたいと思って、あの4年前やって、でもそれは自分のためなんですが、今回はまさかその私がまたやるとは本当に自分でも考えてはいなかったので、カンドリさんがやると言ってね、あのトレーニングパートナーを始めた時にすごいなと、カンドリさんこの年になってもやるって気持ちって、あやっぱりあの人ただもんじゃないなっていうのは感じて、はい、でトレーニングをずっと一緒に続けてきて、でその中のカンドリさんのアクシデント、怪我っていうのはやっぱりもう私はずっとトレーニングをやってきて、カンドリさんのその気持ち、もう怪我をしてても多分油 やってるなと思ってても隠しながらずっとやってたので、でも私はやっぱり肌と肌を、ね、触れ合ってやってるからもう全部分かって、これ多分できないなと、でも、うん、まあその中で、まあ、友情とかそういう何ですかね、感情とかそういうものがそのトレーニングの中でより一層芽生えた時に、私が代わりに生かしてくださいという言葉をあの神戸さんに伝えました。はい、あ神戸さんが怪我してもう変わるって時はもうじゃあある程度覚悟というかもうそこで決まってた感じ。そうですね、多分もうできないぐらいもうあの悪化してたので、なんか分からないですけど、まあその中でも自分のなんかそういうまたトレーニングをして少しそういう格闘技というもののなんかが芽生えたのかもしれないですよね。だからこそやりたいと思ったのも確かにあったのかもしれないですね。はい、今回対戦相手がギャビー・ガルシアだったんです。優勝ということを、はい、そうですね、やっぱすごいすごいというか、もう私が今まで戦ってきた中で一番最強じゃないですかね。それはもう、もうね、私も分かってるし、皆さんがね、もう一番分かってると思うけど、私もやっぱり、すごいことを引き受けちゃったなというのは、正直、心のどっかではありましたけど、でもそれ以上に、私がやっぱり背負ってるもの、ここで、私が受けなくちゃいけないというか、これからその何、まあ、神主さんのこともそうですし、
あとはやっぱり女子プロレスの未来のこともそうですし、はい、これを私がやったことで何かこう結果として女子プロレスラーっていうものが、女子プロレスというものがもう一度何かこう、ね、世間に、うんね、こうブレイクしてもらえれば、うん、っていうのが、ね、一番大きいことかなというですよね。あと、うん、もう一つ最後に勇気づけられたのはやっぱり後プッシュしてくれたんですね。勇気づけられたというか、うん、プッシュしてくれたことはやっぱ北斗晶、やっぱ同期の北斗晶がやっぱ病気して病気してからずっと私はもう連絡 LINE でおはよう、うん、どう調子っていうのを毎日欠かさずやってきて、その中で彼女にも、うん、何かこう私が頑張る姿で私も頑張ろうと思ってもらえるような、うん、になってもらいたいなというのも、うん、あって、私がこれを決める時に電話しました。どう思うって。そしたらやりなよとくれたことが、うん、私の、よしじゃあ頑張ろうっていう気持ちにも、うん、なったのは正直本当、うん、ありましたね、はい、か注目度も高いと思うんですけど、まあ、背負ってるものも結構ある。そうですね、まあ、でもそれのプレッシャーがしないと結構なんかプレッシャーがないと自分もこうそれ以上できないので、だから逆にそういう方のが自分でもう作り上げて、この子、ね、こういう思いと自分の思いはこうだと背負ってるものがこんだけあるっていうことで、プレッシャーでリングに上がるっていうことが私は一番うん、今までやってきた中でそれが一番向いてるのかなっていう。だから逆にそれの方が、うん、頑張れるかなっていう、はい。他に何か質問あるかな。そのカンヌリさんの、まあ、連載を務めてきたということなんですけども、はい、当然そうなるとやはりそのギャビーのいろいろ動きとか情報とかで頭に入れてその練習の相手を務めたという感じなんですかね。そうですね、というか、まあ、私だけじゃなくて他の人もいて、うん、まあなんかカンヌリさんも私と同じ気持ちでそのやっぱり女子プロレスっていうものが、うん、大きかったんじゃないかなと。この戦いでやっぱりその女子プロレスっていうものをもう一度何かこうフィーチャーさせるっていうのがあったと思うので、なので私をトレーニングパートナーに、うん、選んでくれたっていうのもあったんじゃないですかね。カンドリさんは会見では、まあかつその秘策っていうのがそういうのがあると言われてたんですけど、当然それは伝授されては。そうですね、もうやっぱりもう寝て勝負したら 100% 勝てないというのはもう私の中でも分かっているので、もうここはもう立ち技の、うん、ですね、もう蹴りあとはパンチっていうものの、もうこの2つだけ今やっているこの短い期間でやっていることはもうそれしか、はい、ないですね。繰り返しになってしまうかもしれませんけど、はい、その立ち技の練習、格闘技の練習はどちらで、高田道場に、はい、どこでしたっけ、横田さん、横田さん、ちょっと和田さん、はい、すみません、横田さんのといつもトレーニングに代々木に行ったり、あとは高田道場でやったりという、はい、どちらかで。横田さんはやっぱりいろいろと大きな人とかも、ケボン選手とか、中野子ちゃんとか、多分すごく私にもモチベーションを上げるトレーニングとか、気持ちの熱い方なので、本当に
信じています。原点の空手の練習とかはあるんですか？はい、空手は今はやってないんですね、はい、でも時々道場行って、はい、あの女子レスラーの一緒に直前まで試合され直前まで別の試合にも出られている中で、はい、あの女子レスラーの他の選手の仲間というか女子レスラーの他の誰かから結構声かけられてると思うんですけど、はい、やっぱりこうかなりこう頑張ってくれというかそういう言われてる。そうですね、あの私が昨日まで試合やってたんですけど、その中でやっぱりもう31日があるからもう出なくていいですと、あの私が出るんでってパートナーもやっぱ選手もあのそうですね休んでくださいってリングもう私が出るんでってあの本当にもうエプロンにいてくださいってもうそういうふうに気遣いをしてくれたり、まあ、声ももうあのほとんど選手から LINE で頑張ってくださいという言葉は、はい、もらってます。大丈夫でしょうか。大丈夫ですか。最後に写真撮影してください。